イエマーフェンゾン、右手が上でボールを抱えてください。上の手の高さは脇の高さ、下の手は肩での高さになります。上の手は下に押さえて、股関節の前まで押さえながら引き込みます。手のひら側と小指側に意識を置いてください。下の手はゆっくり持ち上げながら、人差し指側に意識を置きながら斜め左方向に持ち上げます。目線も同じ方向に向けてください。手首を返しながらボールを抱えます。ゆっくり分け開いてください。上の手の高さは喉の高さのあたりになります。ボールを抱えます。柔らかく分け開いてください。緩めて抱えます。分け開きます。抱えてください。分け開きます。抱えてください。分け開きます。大家好，我是中村元弘，欢迎您来到太极拳的世界。谢谢大家。